困るわ。私は戦って勝利を勝ち取れと命令された。ただ一人の最強ファントムの証明を。そう、そういうことなら付き合うさ。強い。今でもまだ君はこんなにも激しく戦えるだけの理由を与えられているのか。あのサイズから勝てるわけないのさ。勝ちたいとも思わない。もう嫌なんだ。君を殺してこの場を逃げ延びて、それでどうする？何が変わる？騙されて踊らされて、大切なものは何一つ守ることもできずに、出口なんてどこにもない。こんな繰り返しはもう嫌だ。だから頼む、今度こそ終わらせてくれ。君の手で。そう、責めないわ。仕方ないと思う。私だってきっと耐えられない。でも君はまだ生き延びて戦ってる。今でもまだあのサイズのために。いいえ。私が生きる意味はこれ。あなたは私に生き延びろと言った。自分の意志で戦うと誓った。これはその時にあなたが刻んだ印。憧れたのよ、私は。ほんの短い間だったけれど、あの日のあなたの強さに。あなたが誓った言葉の証拠がこの体には残ってる。私は命を捨てられなかった。そんな。あなたはもう一人の私。私の代わりに、私の諦めた道を戦いながら抗いながら進んでくれた。だから私はあなたを夢に見ながら生きてきた。今もどこかでもう一人の私が強く自由に生きているって。いつだってこの傷がそれを思い出させてくれた。でもこんな痛み、ずっと耐えられるわけがない。あなたが諦めるなら、それは誰にも責められない。だから。あの日の誓いを反故にするなら、まず私を消して、もう何もかも終わりにして。そんなこと、できるわけ。いいのよ。私はマスターの失敗作。捨てられるのを待つだけの人形よ、エレン。この世界が無限の地獄じゃないとしたら、それはあなたが生きてるからよ。だからお願い、私を殺して。あなたのいない世界に私は生き残りたくない。今日まで俺はどんな約束も守れなかった。何もかも失ったと思ってた。レシ。だけど、ここにまだ俺の約束が残っているなら、それだけは守りたい。きっとそれが、俺の最後の、君をサイズから奪う。幕切れは実に興ざめな形になったようですね。さて